Thank you.
が明かした。院長、院長早く。
9月17日同月島到着。こうやって記録するのも刑事時代の癖だな。2年ぶりの同月島、この島で灰原を見たという情報が入った。今度は風じゃない、これも勘だが、灰原が潜伏しているとしたらやはりこの島なのかもしれない。島は静かだ。2年前の神楽の一件以来、周囲の島からもタブー視されているらしく、訪れる人もほとんどいないという。しかし暑いな。まだ残暑が厳しく日差しが強い。風がない、空気が動いてないんだ。時間が止まっているような。
桐島さん。さやかさん、どうして？その仮面のかけらをあの子に渡してください。大切なものです。でもルカちゃんがどこにいるのか。あの場所です。あなたが昔ルカを見つけた場所。もうあまり時間がありません。お願いします。さやかさん。霧島さん、またあなたに助けられましたね。
ずっと目覚めるのを待ってた。でも、まさかこんなことになるとは。僕の日か。もう終わりだ。全部なくなるんだ。みんな咲いた。姉さん。
お母さんに頼まれてきた。もう安心だ。これを。もう鬼ごっこはおしまいだ。全部なくなるんだ。